どうもスーパーラバー、今回の客は Tinder 写真よりイケメンが来た後に本人が来てももうどうでもいい説。これから1週間 Tinder を始めます。場所は港区です。言うなって。探してください。ダメだって。はい、ということで、今回の企画は Tinder 企画です。はい。まあやっぱね、元祖 Tinder 系 YouTuber といえば、エビスジャップ。俺たちが元祖になったのはやっぱりこう Tinder を面白おかしく使う、うん、写真よりイケメンが来たなとか、まああと伝説ね、葬式 Tinder。 これは伝説、神回なんだけどね、俺らの中で。今回は、はい、イケメンが来た後に本人が来たらもう本人のことはどうでもいいんじゃないかなって、やり取りしてた相手が後から来ても、うん、もういいんじゃねみたいな、もうなっちゃうんじゃないかなっていうのを検証したい。はい。まあ、Tinder やってる女って大体まあね、ということで今回は視聴者の方をお呼びしましょうか。はい、ということでどうぞお願いします。Tinder くんです。 Tinder くん、はい、よろしくお願いします。結構 Tinder を長くやってるらしいんですけど、はい、マッチしてもあんまうまくいかないんだよね。いや、そうなんですよね。なんかやっぱが多くて、結局会ったとしてもやっぱその後連絡が来ないとか、はい、もう今回は Tinder 君もバカになろうということで、はい、この企画に協力してくれました。ありがとうございます。しかもでも結構長い間マッチしてメッセージしてくれてる人を今回差し出してくれてるわけじゃん。いけにえ、はい、大丈夫なの？どうなの？その気持ち的にはさ、はい、あるなとか思ってるの？そのこと、その付き合うとかじゃないけど。はい、それは思ってます。思ってます。思ってるの？はい。それを差し出してくれるの？いいの？でも、はい、大丈夫です。ありがとうございます。まあ、今回に関しては、まあ、レン君が先に行きますと、はい、登場するまでにレン君がめちゃめちゃ逆振りをするんで、ね、もうクズっていうのを、まあ、基本的にアピールして、その後に登場してどっちを選ぶのか、はい、これは検証していきたいと思います。はい、やっていきましょうか。よっしゃ。はい、ということでこっから実況やっていこうと思うんですけど、 Tinder 君がさ、過去に決めた理由は何？本当面白かったし楽しかったんで、まあ、ちょっと好きになったというか。あ、もうじゃあちゃんと好きだったんや。そうですね。やらなきゃいいのに。ここからレン君が言ってもらうんで、はい、最初からクズで言ってほしいけどな。着いたみたいですね。ここら辺に着いたかな。あ、多分ちょっと先の、はい、あそこら辺、ドンキの前ら辺ですね。めっちゃ可愛いやん。可愛いですね。写真より可愛いね。写真より可愛いですね。可愛いですね。やらかした？これちょっともしかしたらやらかしたかもしれないです。じゃあちょっと行きましょうか。はじめまして。え、そんでもない。あ、そうそうそう。全然写真と違うね。お前もだいぶ違うけどな。逆に本人。本人ね。写真より背高いわ。え、な、え、なんすか。え、友達の写真とか使えます。え、使ってないですよ。本当にありがとう。え、でも写真より全然可愛いね。カラオケでも大丈夫。どういうこと？どんな写真だったっけ？ああ、確かに調子悪かった。いや、白いな。だいぶ調子いいことになっちゃうね。寝不足だった。大丈夫。すごい、なんか楽しそうではあるな。なんか思ってた感触がちょっと違うね。背高っ。進撃の巨人とか言われない？進撃はないですね。ないんだ。俺よく言われるけどね、スコーシュだみたいな。人多いな。くそ、全員多くない人？え、止まらない。
だいぶどこ入ってるな。まあ、ここはレン君がだいぶクズさを演出して、はい、自分のこと天竜人だって思ってる。身長高いし、なんだろう、ライブとかで他の人に申し訳ないなとか。あ、そうなんだ、壁みたいなウォールマリアみたいな。カラオケでどうクズ感を出すかは難しいよね。難しいですね。ホテルとかだったら、そのティーパックパクるとかそういうのでしかせることはできるんだけど、はい、レン君のミッションとしてはしかせなきゃいけないわけだもんね。はい、いけるかな。この人ね、素で好感度を狙いに行こうとするとこあるからガチじゃないですか。ガチでポロッポ。長いやり取りはしてたわけじゃん。そうです。どんなやり取りしたの。まあ、最初たわいもない感じで探り探りで行くんだ。え、結局何がしたいんですか、Tinder で。そうだよ、結局やっぱ、うん、あー、うん、もったいないですよ、この人は。俺でもこんなに持ち込まん。スタイルよ。体重何キロ？嫌ですよ。嫌だ。嫌ですよ。こんな。うん、いい。そうなの。そんな強かったの？しばらくいない。半年ぐらいかな。あ、そんなぐらいいない。あ、そうだっけ。適当に言っちゃったかも。つまり1年できたんだね。ないですよ。ないです。ありません。2年ぐらい聞いてやってるかな。そしたら1年半の残りの半年の時に、うん、彼女さんいるはずですよね。確かに乗り換え機だったかも。彼氏ってさ、別れるときさ、次の人探さない？いや、私はちゃんと2人を別れしてたら。あ、次行ったか。なに？珍しい。Tinder行くやつは、でさ、真面目ってなるやつは意味あるのに、なんか、そうなのに、なんか、ガード固いとか言ってるのも。趣味なんか、なんだっけ、アニメ好きみたいな言ってなかったっけ。いや、言ってた。いや、忘れてるやん。疑われてんの。これ、レン君初耳だもんな。アニメとか、あとカフェ巡りの話とかしてたよね。カフェ巡りは好きですけど。ねえ、アニメ。あれ、話してたって。うわ、ひど。あんなにたくさんやり取りしたのに覚えてないじゃん。悲しい。でも、どっちがわかる？写真のままで。俺。あ、俺だもん。うん、一緒にいるかな。こっちもだって。はい、そう。そこは信じてないんだ。うるせえな、うるせえな。うわ、もうなんか切れてんねんけど。ちょっとね、今までの引っ越せすぎたんで、ここら辺で多分足してますけど。うん、なんかうるせえやついたな。カラオケでやるよ、なんか、まあ、俺やっちゃうんだけど。俺見てやってるよな。多分、モチーフっすね。でも、そもそもお腹空かない？そうですね。なんか食べ行こうよ。もしついていくとしたら相当女の子やばいと思う。これ疑いますね。疑うよね。ついてちゃったら。うん。本当に顔だけ。顔だけ。財布にお金入ってないじゃん。これ大丈夫かな。そんなにない。全然ない。パチンコ行っちゃった。
大丈夫、マジあれ助かります。え、いいじゃあもう行こう。こんなの普段レンカ絶対しないですからね。レベルが高い。じゃあ、割り勘す。下から。ああ、割り勘す。これ一緒に来た女の子目線ね、これ。顔の高さまで持ってくんだ、電票。え？俺っすか？それ俺の名言っす。名言だな。じゃあここから最後のミッションです。待ち合わせ場所に戻って、そこで来た時に話しかけてほしい。もう最後の検証です。ティンダ君はずっとあそこ中堅八個みたいに待ってたの。はい、行きましょう。はい、ということで最後のシチュエーションです。ここでティンダ君がレン君たちに声をかけて、本物は俺だよっていうのをアピールしてもらいます。そこであの女の子がどういう反応をするのか、そしてどっちを選ぶのか、ここからがスーパーノバタイム。いや俺は別にナンパしたわけっす、普通に。ナンパしただけの男。ここにいて可愛いなと思ったからです。あ、それは話し合わせ、なんかずっと待ってるっぽかったからティンダーかなって思って。だと思う。だと思う。やりとりしたのはどっちだっけ。俺じゃないですか。勘違いってだと思う。でもさっきさ、このように緊張してる人には聞けないって言ったら多分聞けない。おい、俺もやないか。でも背でかいやつは酸素薄いから頭おかしくなってるって。っていうか、たまたまそういうタイミングらしく話合わせてとか。そうなのかな、これは。いや、嘘なの。嘘だと思う。嘘。でも初めましてでしょ。なんか初めまして。多分こっちの方が絆もうできてる。通勤ラッシュで電車で。いや、でも結構長いことやりとりして。でも直接会ったもん。勝てるか勝てないよな、これな。むずいよね。そうではないと思う。その場しのぎ、その場しのぎ。もう退散したんじゃねえか。もう勝てないでしょこれ。え、これ俺振られて。まあ、顔は完璧に勝ってるけど、やっぱおもろすぎる。え、じゃあ最後に聞くけど、どっちがいいですか。私が今日会いたいって思ってる。はい、幸せになりなよ。まあでも Tinder で出会ってるから長く続かねえよ。最後かなみたいな感じで、はい、無理を果たすセッターなんだなっていう。
って思ってもいいと思いやすい。これ